サンスポ調教チェックです。はい、よろしくお願いします。エイリアズケブリステークス、今年初めての G1 ということで、はい、カットボンね、カットボンね、正で少数正です。3頭全部3頭全部 G1 馬ですから。そうだね、はい、少ないですけど全部 G1 です、はい。まあ、まずどうですかね、この中だとサウンドトゥルーが一番良かったのかなと思いますけどね。そうかな、まあ確かに、まあ、サウンドトゥルーとホワイトフーが同じ時間、大体同じ時間帯で、うん、で、ハンドで、もう単走でね、ちょっと思い切ってたんですけど、うん、まあ、サウンドトゥルーが54秒0、ラスト12秒9、ホワイトフーがまあ53秒4、12秒8で共に馬なりだったんですけど、うん、まあ、時計的にはホワイトフーがの方が速くても、通った場所が、ホワイトフーが真ん中あたり走ってて、サウンドトゥルーはもうずっと外らしぴったり走ってたんで、時計的にはまあ大差ないように。感じだと思いますね、はい。まあ、サウンドトゥルーは、まあ、使い続けてますけど、まあ、特に、うん、特にね、あの疲れなさそう、はい、活気もね、十分あるような感じがするんで、はい、いいかなと思いますね、はい。ホワイトフーガーは控えめに映ったんですけど、まあね、ジョッキーが乗ってたっていうことを考えると、うん、まあ多少ね、サウンドトゥルーよりも時計が速くなるのは、そうですね、まあ、当然といえば当然、うん、軽いジョッキーが乗ってるわけだから、まあ、まあまあ普通に、普通の出来かな。大きい見た目のインパクトはなかったんですけど、ね、まあ、この馬に関しては条件がなんか左回りの戦力がベストらしいですし、うん、まあ、前走から金量もね、もう3キロ軽くなるので、うん、いいんじゃないですかね。はい、はい、あとはノンコ、ノンコの夢はね、まあ状況はまあ僕大変じゃないですかね。そうですね、まあ、この馬にしてはまあ時計は出してるかなと思うんですけどね、まあ、2週連続、ね、しっかりやってきてたんで合わせまで、まあ、今回はもう3頭合わせ、形的には3頭合わせですけど、うん、まあ、ずっと先行させる形で、直線もあんまり馬体を合わせるような形ではなく、一馬身前にずっと出たまんまでゴールっていう感じ、まあ、ね、6ハロン83秒5で5ハロン67秒0、まあラストが13秒9かかってましたけど、なんか最後はピッチを上げるっていうよりはなんか、まあ、大きく伸び伸びと走らせてるっていう感じで、別に時計を意識しずに流してる感じだったので、まあその予定通りっていうか、理想、陣営が思い描く通りの動きをやってたのかなって、うん、今感じますね。まあ状況ではね、うん、なんかレースの時の迫力ある走りっていう感じじゃないですね。そうですね、まあね、そういうタイプだからね、うん、地味には見えるけど、うん、まあまあこの話題にはゴリるじゃないですか。まあ去勢した後ね、うん、もう少し時間が経ったので、うん、まあそれなりにそのこれから良さが出てくる、効果が出てくるんじゃないかなと思いますけどね。ホルモンバランスがね、はい、整ってくるといいですかね。科学的には素晴らしいと、はい、ウルシアン君も言ってました。東大が言ってたら間違いない、大間違いないと。まあそんなとこですかね、はい、関東ともまあいい状態で迎えられそうということで、うん、そうですね、ちょっとね、まあ今回ね、関西のそのほど抜けてっていうのはいないんで、十分チャンスはあるのかな。まあ、勢いになるまで言えば確実っていう感じでしょうけどね。まあ、その他が結構、ね、その前のレースでちょっと負けたりしてるんで、ね、まあ、人気も割れて難しいレースになりそうですね。そうですね、はい、予想頑張りましょう。はい、お願いします。